はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。フォンデュといえばチーズフォンデュにチョコレートフォンデュですよね。実は他にも美味しいフォンデュあります。今日は一人パーティーやっちゃいます。それでは早速やっていきましょう。今回はフォンデュブルゴーニュを作っていきます。フランスではフォンデュブルギニョンやフォンデュブルギニョンニュといい、またの名をオイルフォンデュやミートフォンデュとも言われます。ブルゴーニュはワインでも有名なフランスの地方の名前ですが、このフォンデュブルゴーニュはスイス発祥で、スイスの代表的な料理で少しややこしいです。フォンデュとはフランス語で溶かすを意味していて、フォンデュブルゴーニュは油を専用の鍋で熱し、牛の赤身肉を入れて揚げる料理です。すごく簡単に言うとおしゃれな肉の素揚げです。容量はチーズフォンデュと一緒なので食材をカットしていきます。まずは赤身肉です。サーロインなども使われたりもするそうです。続いて鶏肉も用意します。これは胸肉です。ボウルにカットしたお肉を入れて、塩とブラックペッパーで揉んで下味をつけます。鶏肉も同じように揉み込んでいきます。続いて付け合わせの野菜をカットします。フォンデュブルゴーニュの他にもフォンデュシノワーズという料理もあります。シノワーズとはフランス語で中国風という意味です。野菜や春雨の入ったコンソメスープにくぐらせ、数種類のソースと薬味をお好みでつけて食べる料理です。日本風だとしゃぶしゃぶですかね。大事なソースを作っていきます。ボウルにレンジで温めたニンニク、塩、レモン、卵黄を入れ混ぜます。さらにオリーブオイルを入れて混ぜ合わせます。生クリームとブラックペッパー、さらにパセリを入れれば一つ目のソースは完成です。続いて鍋にバターを溶かし、小麦粉、生クリームを入れてかき混ぜていきます。トマトピューレ、コンソメ、塩、ホワイトペッパーを加えてよくかき混ぜます。食材をお皿に盛り付ければ完成です。かなりおしゃれな仕上がりです。それでは一人フォンデュブルゴーニュパーティーをスタートです。いただきます。今日はカグアのブランを飲んでいます。和紙っぽいラベルにシンプルなデザインが高級感があります。和装しているかのようです。このビールは2011年に設立したファーイーストブリューイングが発売したクラフトビールです。綺麗なイエローゴールドにキメの細かくクリーミーな泡のホワイトがとても品があります。香りは山椒、味はコリアンダーをとても強く感じます。少し舌の上でピリッとするような感じがあり、甘みや苦みは控えめです。日本食はもちろんフレンチやイタリアンでも相性が良さそうなビールです。素材の味を生かした料理に合いそうです。それではフォンデュブルゴーニュいただきます。まずは油に入れてみます。特製ソースにディップして、これはブルギニョンヌです。ソースが美味しければ大抵何でも美味しくなりますが、これはお肉がレアめで揚げたてなのでより美味しく感じます。どんどんいっちゃいましょう。自分のペースでいけるのも一人フォンデュブルゴーニュのいいところかもしれません。今回はソースを2種類と、マヨネーズにマスタードを入れたものと、マヨネーズに島田の俺の塩を入れたものを用意しました。鶏胸肉もパサパサにならず、しっかりと美味しく食べられます。ソースにディップして食べる感じがバーニャカウダにも少し似ているかもしれません。野菜の素揚げってめちゃくちゃ美味しいですよね。ブロッコリーの素揚げマジでうますぎます。スープカレーの野菜の素揚げ大好きです。素揚げの美味しさに目覚めてます。北海道行きたいです。油が結構飛び跳ねますね。韓国の YouTuber のチーズファウンテンのように襲いかかってくることはないのですが、結構飛び跳ねるので注意が必要です。油につけても意外にあっさりとしていたのでペロリと食べられます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。フォンデュブルゴーニュいかがでしたか？別にこのままいってもいいんだろうけど、これかなり熱いからやけどしないようにフォークで外して食べてます。今回はちょっとおしゃれすぎちゃいましたね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。